Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。11月29日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日のねリスナーさんの名前を叫ぶは小賀力持ちさん、いつも聞いてくれてありがとう。滑り王子マスマンでございます。はい、この前の日曜日ですね、今ちょうど追加してご覧の皆様はわかるかと思うんですけど、このモミジが飾ってあるんですけど、うん、紅葉を見に行ったんですけれども、うん、ちょっと愛知県でも小原地区っていうところはですね、うん、紅葉と四季桜っていう桜が両方楽しめるところがあって、ちょっと素敵な景色に癒されてきました。味噌煮込みスキーと同じく、まあ、紅葉と四季桜を見に行ってまいりました。で、まあ思ったんですけども、うん、またちょっとここマニアックな話なんですけども、はい、一部のマニアの方ですけども、うん、そこでですね交通整理をされてたんですね、うん、はい、そのですね、無線の内容が聞けてしまったダンサーでございます。本当にマニアックだよね。ね、うん、なんか観点がちょっと違うんだよね。うんうんうん、はい、はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは鍋料理。今週のテーマは鍋料理です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、ハートフルシンガーの大城智也さんです。22時14分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花。芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合。お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田。おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、します。今日の、テーマは鍋ですね。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。2ヶ月前からクリスマスキャロルを流しています。アレックスです。あら、早いね。早いね。いや、でももうすぐね、うん、12月ですからね。まあ、そうですね。夢があるんです。お相撲さんたちと一緒に鍋を作って一緒に食べて、うん、一緒に昼寝をしたい。ああ、いいですね。ポイントは昼寝なのかな、うん、できたら、飛び草関に鍋をよそってもらって、鳳凰関にもっと食べなきゃ大きくなれないぞって言われたいです。だけど私の永遠のアイドルは寺尾です。なかなかマニアックですね。マニアックですね。うん、ねえ、寺尾関もね、うん、まあ、お相撲さんの中ではね、こう、シュッとしたような感じでね、うん、イケメンでかっこよかったね、力士さんですね。その方をよくご存知ってことはね、うん。うん、王子と年齢が近いのかしら。
怒られちゃうね、こうやって言うとね、アレックスさんにね。なんか、いいですね。もっと大きくならなきゃって、アレックスさんに言うシーンをちょっと思い浮かべて、ちょっと、なんか可愛らしい感じがしましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ですね。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、鍋料理ですが、鍋料理は、昼夜仕事をしているために長い間食べたことがないですね。昔食べた鍋料理は寒い時に汗をかくほど温まるキムチ鍋をめっちゃ食べていました。鍋料理はいろいろありますが、時間がある時には久しぶりに思い切り食べてみたいですね。鍋料理、美味しいですね、ということです。うん。そうか、鍋ってそうですね。銭形警部さんは昼も夜も仕事してるから、なかなかこう、なんていうんだ、集まって、だんだんして喋るじゃない、食べることがないので、うん、ね、そうですよね。なかなか、鍋って一人じゃやりづらいですもんね。まあそうなの。一人鍋ってありますね。そうか。ありますよ。あの、王子一人でやってますよ。あ、そうなの。え、王子一人でやるの、はい、王子は一人で。そうなの、はい。ここにいたきましたね。え、あの、だからね、うん、今のね、警部のお話聞いてね、うんうん、よくわかりますよ。そっか、じゃあ。うん、一人鍋料理もチャレンジしてみてくださいということで。そうですね。ね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近、我が家でよく食べるのは、キムチチゲ鍋です。野菜と豆腐と豚肉で手軽にできたので、スーパーへ行くと、チゲ鍋の素をついつい買ってしまいますね。辛口、マイルド、豆乳風などいろいろ試しています。急に寒くなってきました。体調に気をつけてお過ごしくださいね、ということでございます。あのね、やっぱりチゲ鍋はね、はい、あの、なんていうかな、やっぱり王子は辛くないと食べれないんですね。ああ、うん、そう、王子辛いの好きだもんね、うん、あのマイルドになるとね、うん、ちょっとこう甘さもね、うん、ありますので、うんうん、なかなかあの王子の口にはちょっと合いづらいっていうのかな、うんうん、で辛くして、まあチゲですからね、もともとちょっと辛いのかもしれない、うん、辛めではありますけどね、うん、もっと辛くしてね、うん、こう汗だくで食べたいなっていう。自分だけ辛くするってこと？そうです。だからそうなるとどうしても一人鍋になりますよね、うん、自然と。そういう結論か。そうですよね、うん、だって他の人が辛くて食べられないかなと思って、まあそうですね、ね。ということで、味覚ゼロさんが、はい、ツイキャスで、寺尾マニアックだけど、この間初めて弟子が優勝したよって。ああ、そっかそっか。ああ、はいはい。ね、あ、シュプリームさんが、さっきのオープニングの話で、うん、紅葉を見に行こうよ、なんて言ったんですかって、これ、ダジャレ？まあそうだろうね。なかなかいいところ。リスナーさんにチーンって何？あ、タカモさん、こんばんは。霧雨になってます、東京っていうことで。おう、ねえ、名古屋も、結構な振りですよね。どしゃ降りでしたね。いやー、なんかね、これだんだん寒くなってくるのかな。そうだね。今日でも暖かいですよね。そう、暖かいんですよ。ねえ。だから20度近くまで行ったんですよ。ねえ、今日ちょっと汗が出ました、仕事してて。ほぼ12月でね、うん。もう、それこそクリスマスに向かっていくのに、こんだけ暑くて、大丈夫かしらって思うぐらいね。ねえ、なんか12月目前なのにと思って。そう。だから昼中暑い時はね、うん、あの、もう半袖でもね、あの、体使う人は、あの、うん、いいかなっていうぐらいですよ。うん。うん、まあ、短パンまではいきませんけど、ね。短パン。この季節に短パンちょっとダメだ。短パンまではね、ちょっと ね、またおじさんがやるとね。ね、おじさんがやるとね、うん、ちょっと。じゃあ、メール行ってもらっていいですか？わかりました。はい。はい、続いてですね。はい、はい、ランさん、サミソさん、マサテイコーゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュークリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはランさん、サミソさん、先週の滑りキャスナイトはお疲れ様でした。ありがとうございます。王子はまだ喋り足りないようでしたが、一人はさぞお疲れだったでしょうね。はい、疲れました。はい、その通りだね。はい、あの、もっと喋ろうかと思ったんですけどね、うん、やっぱりツイキャスをね、あの、拾っていただいてるね。そうそう、あの、みそちゃんが忙しかったっていうね。いや、でも楽しかったですよ。でも楽しかったよね。うん、ね、どんどんまた、あの、次回もやりたいと思いますので。本当やるの？やりますよ。やるの？やりますよ。はい、テーマ、鍋料理、はい。この時期になると食べたくなるのは水炊きですね。京都木屋町の鶏屋さや、あ、これ、鶏屋さってあの、お店の名前かしら。鶏屋さや、冬しか営業していない祇園の万次郎は最高ですね。あ、なんか高級料理店みたい。全然わからないな。うん、万次郎では、まず目の前に鍋から中井さんがコラーゲンたっぷりの、パイタンしたスープに、一つまみの
塩を入れた湯飲みを出してくれ。もうこれだけ幸せになってしまうんです。あ、もうこれだけで幸せになっちゃうぐらい美味しいってことですね。東京に引っ越して6、7年経ちますが、うまい水炊きを食べてないな、ということでございます。なんか本場中の本場みたいな感じですね。ねえ、もうきっとそれだけで美味しいってことですもんね。うん、そうですよね。それでもう味、ね、味っていうか、この出汁が出てるってことですね。うん、こういうのきっと食べたくなりますね。ねえ。ね、これでまた食べ過ぎて飲み過ぎて、ね、うん、太っちゃう感じがしちゃう、ね。はい、ありがとうございます。ツイキャスです。FMJG 新一さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさんもこんばんは。こんばんは。いっくんさんもこんばんは。ということで、ありがとうございます。はい、あと、ヤンバルクリナさんも皆さんこんばんはということで。はい、こんばんは。はい。ということで。はい。あ、そうか。CM やっと。CM になりまして、その次。はい。ゲストコーナー、大城智也さん登場です。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターand オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。キユナ小屋。はい。で、電話ゲストコーナーです。本日はハートフルシンガーの大城智也さんです。こんばんは。どうもどうもこんばんは。お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。ハートフルシンガー大城智也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい。実際、前回お会いしたのが、
7月にお会いしてるんですけど。そうなんですよね。そうなんですよね。ええ。あれからもうね、4ヶ月なんですけども。はい。もう、ご無沙汰しております。なんか本当にご無沙汰な感じ。はい。本当に。はい。で、実は私、ハート FM 南城さんの方にお邪魔して。そうなんです。ガラス張りのところで見たんですけども。ガラスの向こうからね。はい、うん。そうそうそう。どうしてもね、ちょっと今、コロナの、影響で、ちょっとスタジオに、ちょっとこう、お招きすることがちょっと難しいという状況の中だったのでね。ダンサーズさん、そう。外から見守ってくれておりました。そうなんですよね。で、まあ、あの時はちょっと大変、いろいろ大変でして、レンタカーが大変だったっていう時だったんですよね。あ、そうそうそう、でしたよね。そうだったんですよ、うん。で、今もあの状況は変わらないみたいですね。あ、やっぱりそうなんですね。今も車が不足してるみたいなんですけども。いや、ほんとに。でも、レンタカーのご予約は皆さんお早めにという感じですよね。本当そうなんですよね。航空券とかホテルを、予約する前にレンタカーを確認した方がいいと。はい。いうところなんですけども。で、実はちょっとまあ、レンタカーで移動できるところになるんではないかなと思うんですけども。はい。何かライブが、何か港の方の、港の方であるんですかね。そうですよね。12月、これは、10日になりますかね、土曜日になるんですけど、はい、はい、この、ウェストマリーさん主催のまた、はい、モビーディック・ボディック、ソーク&昭和ソング・クルーズ、はい、はい、が、あります。はい、これ、前まではね、フォークナイト・クルーズという、クルージングか、フォークナイト・クルージングっていう、はい、フォークのみの、はい、ライブですね、ええ。懐かしのフォークソングを聴きながら、美味しい食事を楽しみながら、はい、という感じだったんですけど、ええ、最近からね、フォーク&昭和ソング、昭和という感じになって、そう、はい、まあ、フォークだけじゃなくて、まあ、昭和ソング、はい、まあ、いろいろ、まあ、なんかこう、歌謡曲だったり、はい、GS だったり、はい、ね、そういう曲も、歌いながらという感じになっておりますので、私も、そうね、まあ、昭和ソングもちょっと一曲入れております。大体ちょっとフォークなんですけれども、はい、まあ、昭和ソングもちょっと一曲ね、はい、歌うことになっておりますので。まあ、昭和ソングっていうと、例えば演歌などもあるんですか？私は、まあ、今回、ちょっと、僕が加山雄三さん好きなんで、ちょっと、加山雄三さんの曲、一曲何か歌おうか、っていうのは、まあ、加山雄三さん今年度でね、うん、もう、うん、このコンサート活動か、それを引退するので。もう優待ですよね。そうなんです。うんうん、なので、私も9月にね、ラストショーを、映画館の方に行ってね、見させてもらったんです。ライブビューイングっていうのをね、はい、見させてもらったんですけど、ちょっとね、そういうこともあって、加山さんの曲をなんか歌おうかなというふうに思っております。はい。いや、もうぜひですね、皆さんの、モビリックを、ウエストマニーさんのも、はい。方の、クルーズ、これ、空いてるかどうかちょっと今私わからないんですが、それについて、まあ、詳しいものがいますので、変わります。はい。あ、野村くん、ご無沙汰しております。みそにくみすきです。あ、7月以来でございますね。はい。みそのき、みそにく、はい。みそにく、みそにく。ありがとうございます。はい。同じくハート FM 南城の方で、スタジオをガラス越しに拝見させていただきましたけれども、はい、ね、とっても楽しい番組で、ね、ありがとうございます。ハート FM 南城、金曜日の、はい。ね、夜7時でしたね。7時からやっておりますけれどもね。はい。生放送で、うん、ですね。そうですね。はい。そしてですね、先ほど言われてました、モビディック号なんですけれども、はい、なんと今、サイトの方、ウエストマリンさんのサイトをちょっと確認させていただいたら、なんとご好評につき、現在満席となっております。素晴らしい。ありがとうございます。キャンセル待ちでご予約受付中ですということになっておりますので、キャンセル待ちということで、すごい大好評、ね、はい、ですね。
以前、フォークソングの時のクルーズにお邪魔したんですけれども。あ、はいはい、そういらっしゃいましたね。とってもオールコネクトさんで、とっても楽しくて、ねえ。ありがとうございます。なんか思わずこう、懐かしさに浸って手拍子をしたりとかね。うん、本当になんかそんな感じでしたけれども、はい、さらに今回は昭和ソングも入るということで、ますますね。で、あと、またちょっとクリスマスの時期でもあるので、ちょっとクリスマスソングなんかもちょっとやろうかなとかって、今思ってたりはします。なるほど、楽しみですね。で、きっとね、こう、12月ということで、クリスマスも近いということで、やっぱり船が似合うでしょうね、はい、きっとね。そうですね。うん、そしてね、やっぱり、加山雄三さんの曲といえば、やっぱり船ですもんね。あ、そうですね。船つながりですね。ですね。まあ、それもあるのかな。ちょうどなんかそんなこの上で歌うとすごく気持ちいいんだろうなと思いますね。ねえ、またね、そう、お客さんとして行った時も、ちょっとこのライブの間に、また展望デッキからの眺めも素晴らしくて。ねえ。夜景がいいんですよ。ですね。はい、ということでね、ちょっとね、もう一人ね、はい、話したそうにしてる人がいるので、変わりますね。あの方ですね。あの方ですね。はい。あの方。こんばんは、滑り王子でございます。ご無沙汰しております。マスクマンさん。そうですね。マスクマンですね。はい。というか、まあ、普段は、素顔マンでやってますけども。うん。今わかりました？何わかりました？マスクマンでありますけども、うん、普段は素顔マンで、活動してる。普段は素顔マン。そう。お黙り。ごめん、ちょっと聞き取りにくかった。ごめんなさいね、今。ちょっと、あれが遠かったみたいな。なんかまだ、はい、そうですね、まだね、お会いしたことはまだないんですよね。そうですよね。うんうん、あ、そうなんだ、ね。この声だけのね、うん、声だけで。まあ、こんな感じでございますけども。会わない方がいいね。そうだよね。スタジオの方にね、ダンサーと一緒にね、もしかしたらこうね、お邪魔したらね、まあ、私が言ったら、とんでもないことになりますからね。滑り金が。いやいやいや、とんでもないですよ。本当にぜひ3人でね、もういろいろと落ち着いたらね、スタジオの方にも遊びに来てほしいんですけどね。ありがとうございます。まあ、ガラス越しでもね、私、へばりつきますんで。うん、多分、主演のおじさんに、つまみ出されるんじゃないかなっていうぐらいね。うん、お黙り。いろんなことやっちゃおうかなと思うんですけども。ただね。お黙り。もう、はい。いっぱいやってください。うん、今週のね、キウナグのテーマはね、鍋料理なんですけども、ともやくんのね、はい、ハートスマイルのテーマもね、食欲の秋、今何か食べたいっていうあれがありましたよね、テーマでございますけども。先週までそうでしたね。うん、まあ、私がちょっと体調崩してたっていうこともあって、うん、まあ、リモート続きだったんですけど、うん、もうそういう時、やっぱり幸いにも食欲はあったので、うんうん、やっぱり、まあ、秋っていうこともあるし、食欲の秋っていうのもあるし、うん、なんか、こういうのを食べて元気づけたいなっていう、ちょっと僕の勝手な願望からテーマをそれにしたんですよね。いいですよね。私はですね、魔王として見たら、まあ、有田さんが横にいればね、食欲旺盛になって何でも食べれちゃうっていう。うんそういうパターンでございます、ね。そう、アリサさんはね、番組にもね、はい、各週で出られているので。はい。はい、そうなんですね。そうなんです。もうね、はい、アリサさんの声を聞いてもですね、食欲が湧いちゃうぐらいな、うん、そういう感じでございますよ、王子は。王子本当ですよね。滑ってます。今この話は滑ってるの違いますよね。どう王子、滑ってます。え、滑ってる滑ってるって。皆さんでもそういうことありますよね。こうね、綺麗な女性の方と一緒に食べるとね、食欲が湧くっていうか、ね、はい、ということで。でもそうです。本当そうですよね。はい、ね、もう時間ですから。もう切られちゃう。はい、王子の話はもういいから。あ、もういいの？あ、もういい。はい。はい。早いね。だよね。はい。まあ、ね、今度その、ね、モビリック王の方も、はい、満席っていうことなんですけども、うん、ぜひですね、予約の取れた方、まあ、プラチナチケットですね。本当ですね、うん。ぜひですね、お楽しみいただき、またキャンセル待ちで、でもいいから申し込みをしたいなという方は、ぜひですね、ウエストマニーさんのサイトの方、ご確認いただければと思います。で、ツイキャスの方でシュプリムさん、はい、コハグラの兄さんも出るやつですね。はい。あ、そうです、そうです、そうです、はい、コハグラの、お兄さんも出ますよ。はい。
パグのおじさんも出てきますので。うん、ヒグちゃんですね。はい。はい。ポンポコポンポコと、はい。はい。後ろで。リズムを刻んでおります。はい。コアグラのおじさんはですね、再来週、滑りナイトに出てきます。あ、本当ですか？はい。なるほど。はい。ちょっとね、この隣の男と30分が喋るんですけども。はい。はい。しんどいです。しんどいです。もう任せていただければね、大丈夫。ごっくんじゅうおじさんだったらもう大丈夫ですから。ということでですね、はい、はい、お時間となりました。はい。本日のゲスト、ハートフルシンガー、大城智也さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。岐阜の8人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日のテーマ、鍋料理ですが、我が家の鍋はワンパターンで水炊きです。出汁昆布だけで出汁を取り、ポン酢でいただくシンプルな鍋です。うん、いいですね。いいですね。私はキムチ鍋も食べたいのですが、夫はキムチは臭いから嫌いと言っているので、自宅では作らないです。いつか思いっきりキムチ鍋が食べたいです。なるほど。今日のゲストさん、大城智也さんなんですね。智也さんの歌声を聞けると嬉しいです。今日は楽しみです。ではその代わりに王子が歌いましょうか。遠慮します。おだまり。ねえ、うん、ちょっとね、歌う時間がないのがね、ね残念ですね。30分番組はなかなかここが厳しいですね。うんうん、最後のエンディング、王子は歌えるよ。いやいや、歌わないで。歌わないの王子、滑ってます。もうメール一件いけますか？ああ、はい、もう厳しいかな、はいはい。じゃあ、また来週紹介したいと思います。そうですね、はい。はい。ということで、エンディングです。はい、来週のテーマは応援。来週のテーマは応援です。お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋。芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中。福田康之、フリージアの花。ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村。アートワークウェブサイト FMJG。 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和。自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト。名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓。高級木材のご用名は名古屋中川名木。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。あれ、だし昆布っていうの、出汁昆布って言ったの？はい、反省会です。はい、たまに廊下で見えないときあるからね。どうでしたか？いろいろご指摘くださいね。文字間違えたらね。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございました。おまけ楽しみにしてください。閉店。ガラガラガラー。